トリセツ。アナウンサーのゆるちゃん、イエイ、よろしくお願いします。今日はカーコのトリセツ見ていきたいと思います、はい、お願いします。結構私たち1年ぐらい YouTube やってるから、はい、トリセツ見なくても分かるような気もしますけどね。そうか、武士みたいですね今日。油かいてどうする。じゃあ見ていきますか、はい、カーコのトリセツ。よろしくお願いします。なんか恥ずかしいな。うん、はじめに商品説明、取扱所の注意、上手な使い方、ここ大事よ。あとメンテナンスの方法ね、故障かなと思ったら、ではまずはじめに、私はこれで動きます。電源です。そうね。卵ね、大好き。めっちゃ食べるもんね。あと、しびれる料理ね。お寿司。お寿司も大好きなんですよ。あ、そうなんだ。もうなんかいつも辛いもの食べてるからさ。お寿司とかなんか味薄いとか感じてないけど。お寿司も本当に好きで。一番何が好き？アナゴ。アナゴ、アナゴ、タレのアナゴが。あと、水。今は基本、もうお水。常に持ってるし、いつも飲んでます。常温ですか？常温がいいです。お腹痛くなっちゃうので。あ、そうなんだ。しびれるっていうのはどういうやつとか？もう、山椒系です。中華でも、いわゆる山椒の四川風、うん、麻婆も四川風が好きですし、昨日も担々麺食べたんですけど四川風がいいし、はい、表面すくったらまた足して、表面すくったら足してって感じです。なるほどね。追い山椒、口の中がおかしくなっちゃいそう。でもビリビリ結構します、最後の方は、うん、これぐらい寝ないと動けない。充電時間は、うん、6時間。うん、あら、最近延長気味。いや、ちょっと最近もう8時間ぐらいですかね。昔は本当に眠れなかったんですよ。4時間、5時間で目覚めちゃって眠りが浅かったんですけど、なんかここ最近よく眠れる。あら、よかった。いいことよ。はい。寝つきはいいの？よくないんですよ。早めに10時に布団に入っても 寝つけて12時とかです。2時間かかるの？かかりますね。何してんの？携帯見たり。見てるんだ。だからだと思うんですけど。いや、多分あれだよ。胃がおかしくなってた。しびれすぎて。自律神経がさ。そういうことか。乱れちゃってる。夜、カプサイシンとか食べすぎて。そう。体内から目覚めてるとことか。なるほど。商品説明、うん。得意なこと、活躍できる場面。もう。激辛感触、そうね。わかるね。うん、料理機能、あ、料理が得意ってことね。料理大好きなんですよ。ポジティブなんだ。本当はすっごくネガティブなんですよ。でもそれでずっといると負のループに陥っちゃうので、うん、自分の口で明るい言葉を言って、うん、立て直を立ててるみたいな、自分の心を保ってるって感じ。口に出すんだね。口に出します。大丈夫大丈夫とか、ついてるとか。性格、性格、人といると元気。ああ、武士気質、ほっとけない。一人、まあ、そうだね。一人よりはなんかね、家族とか ね、 そうですね、お友達といる方が、人と喋ってると元気になるので。武士って何？ね、武士は本当に大事な人にはもう心底体すべて投げ打ってでも大切にするんですけど、興味ないことに関しても無なんですよ。物でも人でも、人よりは物。まあお姉ちゃん、ほっとけない気質ね。ほっとけないです。いいね。おせっかいなぐらいほっとけないです。勉強の良さ。取り扱い上の注意、これ注意しておくと。ご使用の際は以下のことにお気をつけください。お願いします。熱しにくくて冷めにくい。あ、じゃあもう一回熱しちゃえば、ね、ずっと好きなんだ。はい、辛いものも一回ハマればずっと好きなんですけど、ハマんなければもうスンって感じ。すねやすい。あれ、これ意外だわ。すねますね。どういうことにすねるの？物に当たったり怒鳴ったりとかは全くしないんですけど、本当に機嫌が悪そうにブスッとしてる。自分ね、一人でこうやってなってるんだね。そうなんです。ほっといてください、そういう時も。なるほどね。怖いと言われますが、本当に何も考えてない。そうなんだ。中学の時に座ってたら、後ろ振り返った男子と目が合ったら怖って言われたんですよ。ショックで、それが。でも本当に何も考えてなくて、真顔だったんですよ、ずっと。変に気を使われちゃうんですけど、うん、マジで何も考えてない。ぼーっともしてない。そっちの方が喋りかけやすいんだ、この取説によって。分かった、お願いします。意外と繊細でガラスのハートなの。結構傷つきます、ちょっとしたことに。やっぱ機嫌悪いの、もしかして私の昨日の態度のせいかなとか。疲れない？そんなの。すっごい疲れます。疲れるね。すごい疲れる。大変。これはやっちゃダメ。過去にこれはやらないように皆さんご注意ください。放置すぎるプレイ。
あんまり放置されたくないんだね。されたくないです。基本かまってほしい。かまってほしい。極寒末端冷え性ですし、本当に寒いのが嫌です。あったかくなりたいんですね。だから求めてんのかな。ね、そうやって思ったよ。そういうことかもしれない。本能的なもの、うん、そうそうそう。隠し蓋気になって、まあそれはそうだね。もう隠さないでほしい。変になんか気にしちゃうんだ。気にしちゃいます。聞かないんだ、それを。聞けない、なんか申し訳なくて。本当にもう最高に気になったらね、なんか隠してるでしょって言いますけど。そして上手な使い方でしょう。これをしてくれると頑張ります。褒められると伸びます。そうでしょう、うん。そして頼られると喜びます。そうでしょう。終わったら丸々しようねと言われること。今日仕事いっぱいで大変なんだよ、じゃあ終わったらお仕事作ってるから頑張ってきてねみたいな、ご褒美があると頑張れる。なんてほっこりする話あとまあ自分でやったりします。そう、1週間終わって明日多分どっか行くぞとか、明日買い物行くぞみたいな、ゴールになんかご褒美を持ってくると頑張る。ぶら下がった人参があると思う。そうそう、人参だそしてその中でも嬉しい褒め言葉、やる気の出る環境は、うん、一緒にいると元気が出る、うん、これ言葉ですね、うん。頼ってもらえると300倍頑張ります。ご褒美がある。さっきね、そうね、ゆほ何でも言ってほしいんですよね。これやってでもいいし。そうなんだ、じゃあ言おう、うん、いいんだね、やった。メンテナンス方法、毎日のお手入れ、おしゃべり、うん、そうかね、うん、おしゃべり好きって言ってたもんね。おいしいあったかいご飯、シンプルに卵を食べる。卵は食べたい、絶対に。何卵とかこだわりあるの？最近は寒いので朝お味噌汁に卵を落としたり、うん、そっか、今日お昼は親子丼と野菜トマトスープに卵を落とします。なるほどね。汁物に卵を落とすのは最近あったかくて。月一のお手入れは美容院、うん、美味しいものを大好きな人たちと食べる、うんうん、自分にご褒美を与える、うんうん、2個目と3つ目がつながってるんですけど、すごく仲良い女友達と月に1回、うん、毎回ここのレストラン1ヶ月前2ヶ月前に決めて、パン食べに行こうねって決めて行く。それが明日なんですけど、イタリアンフレンチみたい。そこの卵のキッシュがふわふわで美味しそうなんです。ちょっと写真送りますね。ありがとう。そして故障かなと思ったら、うん、言うことを聞かない時は、うん、そばにいてあげてください。アイスを与えてください、うん、本当に何も考えていない場合もある、うん、そばにいてあげてください、うん、なんか考えてるけど言えないこと、本当に言えないんですよ、人にもの。だからそっとしといて横にいてあげたら、なんかいつか落ち着くんで、ね、それから大丈夫、たまにちょっと声かけてくれれば。アイスは、ね、アイス何がいい？どういうの？何でも好き。じゃあいつも冷凍庫で静かにそばにいて、そっとアイスも置いとけばいい。もうそれ最高です。そして緊急の連絡先は、うん、あ、ルミさんだ。そうなんですよ、うん、入社前からまずダヤタのファンで、入社の前に OG 訪問に行かせてもらって、でお会いしてからずっともう姉さんって感じです。あ、そうなんだ。知らなんだ。したりとか、お家遊びに行ったりとか、今育休中なので、うんうん、ベイビーに会いに行ったりとか、講師ともにお世話になってます。へえ、そうなんだ、うん。その他の注意事項、あら、なんだっけ。豆に話しかけてください。喜びます。部屋から出なさすぎる時は引っ張り出してください。あれ、その時もあるんだ。意外と出不精なんですよ。自分で行かないの、一人では。何か予定がないと、一人で行っても、一人で買い物してる風に見えても頭の中で全然別のことを考えちゃって、なんか何か悩んでたり気になることがあると全く安らげないので、はぁ、一緒に買い物してあげたり、なんか気晴らしにしてあげ、気晴らしに一緒に付き合ってあげてくださいって感じで、プラス一緒に美味しいものを食べてほしいと、うん、そういうことです。え、一人でご飯食べられないの？そう、外で食べられないんですよ。一人応対はしたことあります。でもなんかそわそわしました。応対はカウンターじゃないか、テーブル多いよね。だけど、うん、過去のトリセツ以上となります、はい、結構気にしいなんだね。そうなんですよ、自分がどうにかしなきゃって思っちゃうんですよ。昔から昔から、もう姉だからかもしれないんですけど、でもうまくいかないともうすっごい落ち込むので、なんか気にしてそうだなって思ったらアイスをそっと持って隣に来てるさよしよし、一緒にやれば大丈夫です。この動画いいねと思った方はグッドボタン、そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。